これは今推進論者が言った完全コスト安い個人エネルギー全部嘘だと分かったんです。でその人たちを責めるとかっていうことじゃなくって、日本全体がそういう動きの中にあったと。体流れるこの地を感じ、懐かしい未来へ。後世に負担として残さずにどうやるのかという研究を続けているということでございます。後世にどうやってツケを残さないようにするかって、もうツケ残っちゃってる。There's no radiation coming through. It's sealed, and there it is forever. On va dire que très largement, les gens sont favorables. Le tsunami, ça a amené les, tous ces. Tout, mais je pense quand même qu'il y a tout ce qui avait été. Il faut être présent de plus en plus. あなた方がやってないことに対して憤ってるんです。そのことはちゃんとやっぱり肝に銘じてほしいんです。